皆さんこんにちは、彦助です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は前回からの続きとなります。こんな感じでサメがボンドで固定して完全にくっつきました。で、このネックの部分はとここは巻いてしまうので、まあほとんど見えなくなるんで、見えるのはこことここなんで、こことここだけニスを、4層塗ったのかな、あとは3層だったかな、4層も5層かなぐらい塗ってあります。ウレタンニス塗りました。こんな感じですね。こんな感じです。で、まずはじゃあこっち側にネックの方に巻いていくんですけど、この革紐をこっちに巻いていこうと思います。で、この革紐はだいたい幅が6ミリで、厚さが2ミリぐらいあるのかな、6ミリの2ミリの革紐ですね。あんまり薄いとこう巻きながらちょっと引っ張るんで、引っ張った時にちょっとね切れちゃうかもしれないんで、2ミリちょっと厚いんですけど、まあ、今回はこれでいきます。それで6ミリの幅でこう隙間なく巻いていくんですけど、まあこういう感じですね。こういう感じで隙間なくここに巻いていきます。それで巻き始めをこっちにして、巻き終わりをこっちにしようと思います。で、それを巻き始めはここからこういう風にして巻くんではなくて、こんな感じにして巻くんではなくて、ここに1本ここを通して、縦にここを通して、でここからこういう風に巻いていって、この上を通していこうかなと思います。で、実際はこれ裏返しにしてここで折って裏返しにして、ここで折って、ここでこんな感じで巻いていきます。で、これが下に入って、ここが引っ張られないようにするんですけど、やっぱねちょっと引っ張られていっちゃうんで、ここは一回固定します。で、その位置好みでこの幅を一回どこまで巻くのかを一回これで巻いて、巻き始めの位置を決めた方がいいと思いますね。まあこれぐらいの幅でにしとこうかなと思うんですけど、なんでここに黒い点をつけてあります。これが巻き始めの位置目安でこれつけてあります。こんな感じでつけとくといいかもしれないですね。では実際巻いてみます。で、巻くときに緩まないように、巻きながらどうしても緩んでっちゃうんで、緩まないように両面テープを貼ってから巻いていきます。で、両面テープは普通のこの文房具の両面テープを使おうと思います。こんな感じでテープ貼りました。それで革紐なんですけど、ここを折って、ここで
一周してここで上を通すんですけど、ここがどうしても広がってきちゃうんで、こんな風に、こんな風にここをギュッと潰してあります。折って、まあこういうもんで挟んで潰して90度にしてあります。でここのマーキングしたところより少し下のところからだったんで、この辺りですかね、ここで、ここですね。でこれでも巻いてる時にどうしても緩んできちゃうんで、ここ一回ちょっと仮止めで釘を一本打とうかと思います。内側にグッとギュッと引っ張れるんで、この状態にしておきます。でテープをこう少しずつ少しずつ剥がしながら巻いていきます。これでこの時ここの斧のこの刃のこの部分とこの紐が平行になるようにちょっと意識して巻きます。この最初は結構固めに巻いておかないと緩んでくるんで、固めに巻いてください。なるべくここで引っ張ってがっちりと、ここが平行になってるかどうかっていうのを見ながら、こうですね、こんな感じです。で、あ、取れちゃった。ここでここをこのまま上を行くのはちょっと面白くないんで、ここは上に上げてこうします。でここで少し引っ張ってください。まあね、で引っ張りながら巻いていきます。両面テープ別にここに貼ってもいいと思いますけどね。ただこっち側の時はここしか貼らないんで、今暫定的にここにしか貼ってないですけど、それからどうしてもこういうところに隙間ができてくるんで、これをこういう千枚同士みたいなものでこう調整しながら、で今度はこれを上を通します。で引っ張って両方引っ張りながら、とにかく引っ張るっていうことを意識してがっちりと止めないと緩んでくるんで、で次は今度下を通します。
これでここ最後になるんで、この余ってるやつはここで切ってしまいます。で最後はこの内側にこいつを入れるんで、この段階で長さを決めちゃって大体の位置で切っちゃいます。結構無理やり入れてます。これもまっすぐに後から調整できるんで、この時調整してこんな感じになりますね。それで、それでもやっぱりここがほどけてしまう、ここがずれてしまうっていうことが起きるかもしれないので、この鋲ですね、こういう。これは、革張りのソファーの、アンティークな感じの革張りのソファーの、木枠とソファーを止めたりする鋲ですね、これね。これを今この釘打ってるところにこれに変えます。よいしょ。これもいろんな大きさあるんで好みでいいと思いますね。でこれはちょうどここが隠れるようにと思ってこの大きさにしたんですけど、どうでしょうか。こんな感じで、ネックの部分の革は巻き終わりました。で巻き始めと巻き終わりのところには鋲を打って、外れないようにしました。まあ両面テープが入ってるんでそう簡単には取れないと思うんですけど、念のためにこのように。ただちょっとこの根がねやっぱ硬いんでこう打ち込むのちょっと苦労しましたけど、まあなんとか打つことができました。こんな感じですね。で次はこっちの塚の方を巻いていきます。でこの塚を巻くのは